オファは、イングランド七王国時代のマーシア王国の王。757年、強制を誇ったエゼルバルド王が、衛兵に殺害され、内乱状態となったマーシア国を沈めて王となり、周辺の小国ウィッチェやマゴンサエテなどを従属させ、ミッドランドにおける支配を確立した。その後七王国のエセックス王国、ケント王国、サセックス王国、 ウェセックス王国にマーシアの創始権を認めさせ、イーストアングリア王国では、エゼルベルト王の首を羽同国を服属させた。残る、ノーサンブリア王国は、マーシアに従属することはなかったが、オファは娘を同国に嫁がせて、軍事同盟関係を結んだ。また、ウェールズとの国境地帯には、南北 200km に及ぶ長大な土塁を作り、ウェールズ人の来襲に備えた。この土塁は、 オファのボールイと呼ばれ、現在もイコがイングランドに残っている。内政では、ローマ教皇ハドリアヌス一世を解き伏せて、リッチフィールドに新たに大使教座を設けさせ、息子エグフリスのために大官の儀式を行った。またオファの発行したペニー銀貨は高品質かつ両目が、一定で信用力があり、その後長きにわたって、イングランド通貨の基礎となった。 銀貨に刻まれた国印や直挙上で、オファは主にマーシア王との称号を使ったが、一部にはアングル人の王と称したものもある。大陸フランク王国のカール大帝とは、子女の婚姻をめぐって一時対立したものの、対等の関係で通称協定を結ぶなど、一定の立場を堅持した。オファはアルフレッド大王以前で最も強大な、 アングロサクソンの王と評され、その統治時代はイングランドが統一への歩みを早めた、王権発達の活気とされるが、一方でその権力は、オファ個人の資質に依拠するところが大きく、死後マーシアの流星は長くは続かなかった。オファは796年に死去し、王位は息子、エグフリスが継承したがエグフリスは、在位5ヶ月にも満たずに死去。 桃園のコエンウルフがマーシア王となるがその勢いはオファに及ばず825年、マーシアはウェセックスをエグバートに破れその続国となった。オファ時代のブリーテント王国、アングロサクソン年代期におけるオファへの言及箇所八世紀前半、アングロサクソンの支配者はマーシア王エゼルバルドであった。エゼルバルドは731年までには、 ハンバーカワイナンを支配下に置くなど、7世紀半ばから9世紀初頭にかけて登場した強大なマーシア王の一人であり、こうしたマーシアの勢いは9世紀のウェセックス王、エグバートの時代まで続いた。オファーはその手にした権力と地位から中世前期ぶりン島諸国において最も重要な支配者であったが、同時代の電気などは残っていない。鍵となる。 この時期の重要な資料にアングロサクソン史を古英語で綴った年代記の修正であるアングロサクソン年代記がある。この年代記の執筆、編纂はおそらく西サクソンで行われたものであり、多分にウェセックスよりと見られる記述もあることからマーシアのオファが得た権制を正確に伝えているとは限らない。他方、オファ知性の直挙上からオファの権力を伺うことができる。 直居状とは、重視や、教会関係者に、所要や特権を認める文書で、土地を与える権限を持っていた王がその承認となった。直居状に添付される、承認一覧には、主権者である王と、そのさらに上の大君主の両方の名前が、記録されていることがある。例えば、イスメレ直居状には、ウィッチェ王ソヘレの息子エゼルリックの名が、マーシア王エゼルバルドの下王として記載されている。 8世紀の主導史で歴史家ベイダの表した英国民教会史は記述が731年までに限られはするがアングロサクソン史における主要資料の一つでオファ知性についても重要な情報が得られるオファ時代にその大部分が建設されたとされるオファの暴類はオファの統率力組織力の高さの詳さと言えるこの他に現存する資料に トライバルハイデイジがあり、これをオファの支配域を示す、さらなる証拠とする説もあるが、資料の年代がオファ知性のものかについては、異論もある。またこの時代の重要な書簡集として、特に、シャルル・マーニュの宮廷で10年以上を過ごし、シャルル・マーニュの最高顧問の一人として、イングランド全土の王、貴族、聖職者と交信した、アングロサクソン人の修道士、神学者、 アルキンの書簡集がある。アルキンの書簡集は、オファとヨーロッパ大陸との関係を明らかにする点で、特筆すべきものであり、オファの効果がカロリング朝の効果を基本としていることなどもこの書簡から判明した。オファ親族系図アングロサクソン王家の系譜集である、アングリアイコレクションに、オファの祖先である4人のマーシア王の系図が記載されている。 四人の王はいずれも七世紀初頭にマーシアを支配したピュバの子孫であり、オファはピュバの息子の一人エオアの子孫で、その血筋はオスモドエアンウルフからシングフリスを経てオファへと繋がる。オファの先代にあたるマーシア王で、マーシアをおよそ四十年間統治したエゼルバルドも、系府によればエオアの子孫であり、オファのソフエアンウルフはエゼルバルドのいとこにあたる。エゼルバルドは エアンウルフのウィッチェ所領に対して、直居状を発行していることから、オファとエゼルバルドは、一族の同氏族出身であった可能性がある。ある直居状には、オファがエゼルバルドの血縁者とあり、エゼルバルドの兄弟ヘアドベルフとハードバートは、オファが権力の座に就いた後も直居状の承認リストに、その名が記載されているオファの妻キュネスリスの家系については不明である。二人には、 エグフリスという息子のほか、少なくとも、エルフレダ、エアドブルフ、エゼルブルフという三人の娘がいた。エゼルブルフは、ウィッチェ王エアルドレッドの近親者で、女子修道院長とも推測されているが、この時代には他にも、エゼルブルフという名の著名な女性がいる。マーシア王の系図6世紀末のクレオだから、エオワを経て8世紀末のオファ、エグフリスに至るマーシア王の系図。数字は、 ザイーネン。716年からマーシアを支配してきたエゼルバルドは757年に暗殺された。ベーダ、英国民教会誌の続編には、王は夜、護衛によって不誠実な方法で殺害されたとあるが、暗殺の動機については、言及がない。エゼルバルドの死後、ベオルンレッドが後を継いで王となったが、この人物について、詳細はほとんど分かっていない。ベダ、 境界史続編には、ベオルンレッドが、わずかな期間、不幸に統治し、続いて、同年、オファが、流血によって、マーシア王国を手に入れようともくみ、ベオルンレッドを敗走させたとある。ただし、789年の直居上には、オファ知性31年目との記述があるため、758年になるまで王位についていなかった可能性はある。オファの銀河王位継承をめぐって、 戦いがあったということは、オファは長年マーシアの属国であったウィッチェやマゴンサイテなどに対する支配を再度確立する必要があったことを意味する。オファチ制最初の2年間の直居上には、ウィッチェの王をレガヤライ、またはキングレッドとしている。マゴンサイテに対する支配は、早急に確立したものと見え、740年を最後に、同国独立の支配者の名は、記録がない。 リンジー王国に対してもオファはおそらくかなり早い段階で支配権を確立したと見られ、リンジー王家の記録はこの頃消滅していることがわかっている。8世紀のエセックス王国の歴史についてはほとんどわかっていないが、エセックス王国の一部であったロンドンとミドルセックスは、エゼルバルドの時代にはマーシアの手に落ちていたことが資料から伺える。エゼルバルドもオファも、 ミドルセックスとロンドンの土地を望むまま与えていた。767年のオファの直居場では、現地王を承認とすることなくハーローの土地処分についての記載があり、ロンドンもミドルセックスもオファ知性の始まりの頃からオファ、支配下にあったとみられる。エセックス王家は8世紀まで存続していたため、エセックス王国では8世紀のほとんど、またはすべての期間、 マーシアの強い影響下で、現地王家を維持していた可能性が高い。オファが、知性の初期から古くからのマーシア中心地以外で、大きな影響力を持っていたとは考えにくい。エゼルワルドによって獲得したイングランド南部の支配権は、継承権をめぐる内戦の間に崩壊したように見え、オファがケントに影響力を持っていたという資料が得られる764年までは、 マーシアの勢力が再び拡大することはなかった。イングランド南東ントーブズ762年以降、ケント王国の政治的不安定さをオファーは利用したものとみられる。ケント王国には古くから共同王政の伝統があり、東と西のケントを別々の王が治めていたが、通常はどちらか一人の王が支配的であった。762年以前のケントには、 エゼルベルト2世とエドベルト1世という二人の王がおり、エドベルト1世の息子、エルドオルフも王とする記録がある。長762年にエゼルベルトが死去すると、エドベルトとエルドオルフへの言及もこの年が最後となり、翌年からの2年間は、シュゲレド・ヤンモンド・ヘアベルトらを検討とする資料が見られる。例えば764年、オファは自らの名のもとに、 ロチェスター所領を直挙したが、この時、承認欄には、検討として、ヘアベルトの名が記載されている。この他、765年に、オファが承認した、直挙状には、ヘアベルトと共に、エグバート2世も検討をとして、名を連ねている。このことから、オファが検討に影響力を持っていたことは、明白で、ヘアベルトは、オファの区別として大いに据えられたとする説もある。 ただし、オファがその後もケントに対して、総試験を保持し続けていたかについては、歴史家の意見が分かれる。ある時オファは、主君が割り当てた土地を、主君が承認となることなしに、他の者のに委ねるのは誤りであるという理由で、エグバートの直居を取り消したことが知られているが、エグバートが最初に直居を出した日付は不明であり、オファがそれを取り消した日付も不明である。 オファが764年から少なくとも776年まで、県トの総試験を保持していた可能性はある。765年から776年までの期間、オファが県ト王国に直接関与していた証拠資料は774年に、県トの土地許容を記録した2通の直居場など限られており、その直居場自体も信憑性が疑問視されていることから、 776年以前に、ケントに介入していたのは764年から765年のみの可能性がある。アングロサクソン年代記774年の項には、マーシア人とケント人が、オットフォードで戦ったという記述はあるが、その戦闘の結末については記されていない。伝統的には、マーシアが勝利したと解釈されているが、785年までは、 オファがケントにおける王権を確立したという証拠はない。また784年の直居上には、ケント王、エルムンドの名前のみが記載されていることから、オットフォードで敗れたのは、マーシアの方であったことが示唆される。紛争の原因については明らかでない。もし、オファが776年より前からケントを支配していたのであれば、オットフォードの戦いは、 マーシア支配に対する反乱であった可能性もある。しかしながら、エルムンドの名が歴史記録上に現れるのはこれ一度きりで、785年から789年までの一連の直居上はオファにより発行されたものであることからもその権威は明らかである。この期間オファは、ケントをマーシア王国の一州として扱っており、その行動は通常の支配関係を超えて、 ケントの併合や地方の王族の排除にまで及んだものとみられる。785年以降、ある歴史家の言葉を借りれば、オファは、ケントオーラの大君主ではなく、ライバルであった。マーシアの支配は、オファが死去する796年まで続き、その後、エドベルト三世が一時的ではあるが、ケントの独立を取り戻すことに成功した。ケント王、エルンドは、ウェセックス王、 エグバートの父親とされ、オファが780年代中頃に、ケントへ干渉したことが、エグバートのフランク王国への亡命へと繋がった、可能性もある。年代記によれば、エグバートが825年に、ケントを襲撃した際、南東部の人々は、エグバート側についた。なぜなら、昔彼らは誤って、エグバートの親族から引き離された人々だったからだ。これはおそらく、 エルムンドへの暗示である可能性が高く、エルムンドが南東部の王国の局地的な支配権を持っていたことを意味するかもしれない。もしそうなら、オファの介入はおそらくこの関係の支配を獲得し、関連する王国の支配を引き継ぐことを意図していたと思われる。オファのサセックス王国への関与の証拠は直居上から出ており、ケントと同様、事態の推移について、 歴史家の間に統一した見解は見られない。サセックスの王たちに関係する証拠がほとんど残っていないことは、同時に複数の王が統治していたことを示している。サセックス西部の王たちは、オファチ制の初期段階からその権威を認めていたと、されるが、サセックス東部はそれほど容易に服従しなかった。12世紀の年代記作者ダラムのシメオンは771年、オファは、 ヘイスティングスの人々を破ったと記しており、これはオファの支配がサセックス国全体に広がったことの記録と言えるかもしれない。しかし、この説を裏付ける直居上の信憑性については疑念が表明されており、オファのサセックスへの直接的な関与は770から71年頃の短い期間に限られていた可能性がある。772年以降、 790年頃まで、マーシアのサセックスへの関与を示す証拠はなく、オファが、ケント国と同様に780年代後半に、サセックスの支配権を獲得したのかもしれない。オファのペニー銀貨イースとアングリア王国では、ベオナが、おそらく758年には王となっていた。ベオナは、オファよりも先に、貨幣中造を行っていた王で、このことは、 イーストアングリアがマーシアから独立していたことを示唆する。その後のイーストアングリアの歴史については、不明な部分が多いが、779年にエゼルベルト2世が王となり、独自の効果を発行するなどある程度、マーシアから独立した関係であったことが伺える。アングロサクソン年代期794年の項には、王、オファは王エゼルベルトの首を跳ねるよう命じたとの記述がある。 オファは790年代初めにイーストアングリアでペニーカを鋳造しており、おそらくはエゼルベルトがオファに対して反乱を起こし、その結果として斬首されたものと見られている。エゼルベルトはオファの妻キュネスリスの暴略によって殺害されたとする資料も残っているが、これらの最初期の写本は11世紀から12世紀のもので、近年の歴史家は史実とみなしていない。 エゼルベルトは、サットンセントマイケルで殺害され4マイル南のヘレフォードに埋葬されたとする言い伝えもあり、ヘレフォードでは、エゼルベルトを崇拝する者たちが増え一時は、カンタベリーに次ぐ巡礼地となった。マーシアの南にあるウェセックス王国では757年に、キュネウルフが王位につきマーシアをエゼルバルドが侵略した国土の大半を奪還した。 オファ七は779年のベンジングトンの戦いで、キュネウルフを破りテムズ川沿いの領地を取り戻した。内容の確かな直虚上においてこの年より前に、キュネウルフがオファに従属していたことを示すものはなく、また、オファがキュネウルフの大君主であったとする形跡もない。786年、キュネウルフが暗殺された後、オファの介入により、ベオルトリッチがウェセックス王となった。 ただし、この介入がなかったとしても、ベオルトリッチが、オファを、ある程度自分の大君主として認識するまで時間は、かからなかったものと見られている。オファの効果は、ウェセックス中で使用され、ベオルトリッチが、自らの効果を鋳造したのは、オファの死後からであった。789年、ベオルトリッチは、オファの娘エアドブルフと結婚。年代記の記述によれば、二人の王は共同で、 エグバートをフランク王国に3年間追放し、ベオルトリッチはオファを助けた。なぜなら彼の娘を王妃に迎えていたからだ。なお年代記の3年間という記述は13年間の誤り、すなわちエグバート亡命は789年から802年まで続いていたとする歴史家もいるが、この解釈には異論もある。アルフレッド大王の伝記を表した旧世紀の 修道士アッサーは、エアドブルフについてこう書き残した。アッサーによればエアドブルフは、国中ほぼすべてに及ぶ権力を持ち、彼女の父親がそうであったように、あたかも暴君のごとく、振る舞うようになった。エアドブルフがどんな権力を行使したにせよ、それが宗主である父、オファに由来するものであったことは、間違いない。仮に、オファが779年に、 キュネウルフを下すまでウェセックスで優位な立場を得られなかったのだとすると川の南側での成功は南東部への介入に必要な前提条件だったのかもしれない。この説は一部の歴史家の説の通りオハは764から765年以降、ケントに対する支配権を確立していなかったことにもなる。この説は一部の歴史家が信じているように、 オファが764から65年以降の検討を支配していなかったことも前提としている。792年オファの娘エルフレダとノーサンブリア王エゼルレッド一世がキャタリックで結婚し、オファの軍事同盟はノーサンブリア王国まで拡大した。ただし、オファ地勢においてノーサンブリアがマーシアに従属した形跡はない。オファはウェールズの小王国と、 たびたび紛争を起こした。10世紀の年代期、カンブリア年代期には760年ヘレフォードでウェールズとマーシアの戦いがあったことが記載されており、778年と784年にはオファによってウェールズが荒廃させられたとする趣旨の記述もある。ヘレフォードシャアのナイル村から見たオファのボールイオファのボールイはオファ時代に作られた。 建造物として広く知られる意向でイングランドとウェールズの境界にほぼ沿って築かれた、長大な土塁である。修道士アッサーはこの防塁についてアルフレッド大王伝にこう記した。とある有望な国王その名はオファ。また彼はウェールズとマーシャの間を海から海へ及ぶ大規模な土防壁を作らせた。 土類の年代が考古学的方法で求められたわけではないが、ほとんどの歴史家はアッサーのこの記述を疑いなく許容している。ウェールズ語でも、英語でも古くからオハの暴類と呼ばれていることも、このことを後押しする。アッサーの書には、海から海へ及ぶとの記述があるが、実際は、ウェールズ・イングランド教会の3分の2程度で、北端は、海から内陸に5マイルほどのスランバニズ村。 南端は、ブリストル海峡から50マイルほど離れた、ヘレフォードシャー、キングドン近くのラショックヒルで、全長は約64マイルである。今日のイングランド・ウェールズの国境は、ヘンリー・パッセイのウェールズ連合法によって定められた、ものだが一部を除いて、オファの防類と重なっており、ヘンリー・パッセイも、国境設定にあたりオファの防類を参考とした、可能性は高い。 ウェールズとの国境沿いには他にも土類があり、その中でもワットの貿類は最大級のものだが、おのおの気づかれた年代が不明確で比較し得ないため、オファの貿類がワットの貿類のコピーなのか、それともワットの貿類がオファの貿類からインスピレーションを得て気づかれたものなのかを特定することはできない。オファの貿類の構造。西側に掘り、東側に包みが配置されている。 暴類は西側に掘り、東側に包みを排した構造であり、西のウェールズからの攻撃を防ぐ防壁として、またウェールズ側の動きを一望できる場所として建設されたとみられる。このことは暴類を建設した、マーシア側が最適な場所を自由に選んでいたことを示唆するものである。暴類の西側には、8世紀までイングランド側であったことを示唆する名前の存落があるため、マーシアは、 暴類の場所を選ぶ際に意図的に一部の領土をブリトン人に明け渡した可能性もある。あるいは、これらの村落は暴類建設前にウェールズ人によって奪われていたかもしれず、この場合暴類建設の主眼は防衛にあったと見ることもできる。暴類の建設には膨大な費用と労働力が必要となるため、これを作らせた王はかなりの財力を持っていたことが伺える。 しかしワットの暴類や、現在のドイツにあるダーネビア家といった、同時代の暴類、そして数千年前のストーンヘンジなど、大規模な建設プロジェクトは他にも存在する。オファの暴類は、これらに照らし合わせると、文字使用以前のブリテン島住民による最大かつ、最後の大規模建築物であると考えることができる。オファは、キリスト教の王として統治していたが、 カール大帝の相談役であったアルキンから、その経験さと、神の戒律を人々に教える努力を称賛されたにも、かかわらず、カンタベリー大司教であったイエンバートと、対立することになった。イエンバートは、ケントをエグバート2世の支持者であったため、760年代に、オファがケントに介入した際に対立することになったのではないかと思われる。 オファはエグバートがカンタベリーに与えていた献金を取り消したこと、イエンバートはオファの所有地であったクックハムにある修道院の領有権を主張したことも知られている。786年、教皇ハドリアヌス一世はイングランドに教皇特使を派遣して教会の状態を評価し、イングランドの王、貴族、聖職者の指導のために公案を発布した。これは九十七年に 教皇グレゴリウス一世がアングロサクソン人を回収させるためにアウグスティヌスを派遣して以来初めてのイングランドへの教皇の施設団であった。講師はオスティアの司教ゲオルギウスと通りの司教テオフィラクトスであった。二人は最初にカンタベリーを訪問し、その後オファの宮廷に迎えられた。 オファと西ソン人の王キュネウルフの両名が出席した評議会では施設団の目標が話し合われた。ゲオルギウスはその後のサンブリアに行き、テオフィラクトスはマーシアとイングランドの一部を訪問した。公使館から教皇ハドリアヌスに送られた選挙報告書にはゲオルギウスがノーサンブリアで開催した評議会の詳細とそこで発行された公約が記載されているが、 テオフィラクトスの戦況に関する詳細はほとんど残されていない。北部評議会の後、ゲオールギウスは南部に戻り、別の評議会が開かれ、オファとイエンバートの両名が出席して、さらなる公会議が開かれた。オファ時世のイングランド教区。リッチフィールド区とカンタベリー区の教会は、ふと1787年、オファはリッチフィールドにライバルとなる大主教区を設立し、 カンタベリーの勢力を縮小することに成功した。現存する記録には記載されていないが、この問題は間違いなく786年に教皇特使たちと議論されたとみられる。アングロサクソン年代記によると787年にチェルシーで行われた論争の多い教会会議で、信頼司教座の創設が承認されたという。この会議は、 施設団が開催した第二回協会会議と同じ会議であったことが示唆されているが、この問題については歴史家の間では意見が分かれている。リッチフィールド司教であったヒゲベルフトは新しい大司教区の最初で唯一の大司教となり、788年末にはローマから権威の象徴であるパリウムを受領した。新しい大司教区にはウスター、ヘレフォード、レスター、 リンジー、ドモック、エルハムの各区が含まれていた。これらは基本的にアングリア地方の中南部の教区で、カンタベリーはイングランド南部と南東部の教区を奉仕した。オファの治世が終わった後、新しい大師教座の創設に関する記述はほとんど見られなくなる。オファの死後間もなくマーシアの王となったコエウルフと教皇レオ3世との間で交わされた。 798年の書簡という形でこの件に関する二つの説が示された。コエンウルフは手紙の中でオファはイエンバートへの敵対心から新しい大司教区の創設を望んでいたと主張したが、レオは教皇庁が創設に同意した唯一の理由はマーシア王国の規模が大きかったからだと答えている。コエンウルフとレオはどちらも 自分たちがしたように状況を表現するための独自の理由を持っていた。コエンウルフは、ロンドンを南部唯一の広塚さ教区にするようレオに懇願していたが、レオは、コエンウルフがオファに押し付けた賞賛に値しない動機に、凶暴しているように見えるのを避けたいと考えていた。したがって、これらは偏った意見である。しかし、オファの国の大きさとイエンバートやケントとの関係は、 いずれもオファが、新大司教区の創設を求めた要因であった、可能性は高い。コエンウルフの見解を裏付けるのが、アルキンが大司教エゼルヘルドに宛てた手紙で、アルキンは、カンタベリーの広塚司教区は、合理的な配慮ではなく、権力に対する、ある種の欲望によって分割されたとの見方を示した。一方、エゼルヘルド自身は後に、リッチフィールド大司教へのパリウム授与は、 疑問と誤解を招く提案に基づいていたと述べている。リッチフィールドに大司教座が創設されたもう一つの理由はオファの息子であるエグフリスに関係していると考えられている。ヒゲベルフトは大司教になった後エグフリスを王として戴冠式を行った。この儀式はヒゲベルフトの昇進から1年以内に行われている。イエンバートは 大冠式の挙行を拒否し、オファはそのため別の大司教を必要としていた可能性がある。この儀式自体には以下の二つの理由から注目すべきものであった。それは記録に残っているイングランド王の最初の大冠式であることと父親がまだ生きている間に息子エグフリスの王権を確立したという点で稀なことであった。オファはカール大帝の息子ピピンとルイが 教皇ハドリアヌス一世によって体感されたことを知っていただろうし、おそらくフランク宮廷の威厳を見習おうと思ったのかもしれない。ただし、生前上位の例は他も存在する。マーシアをエゼルレッドは存命中に息子、コエンレッド王に指名したと言われており、さらにオファはビザンツ帝国における聖職者による皇帝体感という風習を知っていた可能性がある。 新しい大司教区が創設されたにもかかわらず、イエンバートはイングランドにおける上級聖職者としての地位を維持し、ヒゲベルフトはその地位を譲歩した。792年にイエンバートが死去し、公認にエゼルヘルドが就任した。エゼルヘルドの名は直居上の承認欄に記載されるようになり、ヒゲベルフトのいない合同会議でも議長を務めるようになったため、オファーは、 カンタベリーの権威を尊重し続けていたと考えられる。教皇ハドリアヌスからカール大帝に宛てた手紙の中には、オファについて言及したものが残されているが、日付は不明で、早くて784年遅ければ791年のものとされている。この手紙の中でハドリアヌスは、ある噂を語っている。それは、オファがカール大帝にハドリアヌスを退位させ、 フランク人の教皇に交代させることを提案したというものであった。ハドリアノスはその噂を信じたことを一切否定しているが、それが彼の懸念事項であったことは明らかである。ハドリアノスが噂の出所とした人物の名は書簡には記されていない。この書簡が786年のイングランドへの特殊派遣に関係しているかどうかは不明であるが、もしそれより前に書かれていたとすれば、 特殊派遣は和解のためのものであったかもしれないものの、この書簡は宣教の後に書かれた可能性が高い。オファは、キリスト教教会を惜しみなく支援し、たびたび聖ペトロに捧げた教会や修道院を設立した。おそらく790年代初頭に設立されたと見られる、セントオルバンズ大聖堂もその一つである。オファはまた、ローマへ、 毎年365ンクスの効能を行っていた。マンクスとは、銀貨30ペニーに相当する貨幣単位で、当時フランク王国で流通していたアッパース町の金貨を模倣して作られた金貨である。宗教施設の管理は、当時の異性者が家族を養うために取った方法の一つで、そのために、オファは宗教施設の多くが彼の死後も、 妻や子供たちの所有物であり続けることを保障した。このように宗教的施設を世俗的な所有物として扱う方針は、8世紀初頭からの平民に土地を割り当てるのではなく小規模な聖職者への寄進や寄付などが記載されていた、直居上からの変化が見て取れる。770年代には、エゼルブルフという名の修道院長がウィッチェの領内に、ある宗教施設を、 複数所有して貸し付けており、あたかも、陶器家がポートフォリオを組んでいるかように見えるとも、言われている。エゼルブルフがこれらの土地を所有したことは、キュネスリスが、宗教関係の土地を支配していたことを示唆しており、このパターンは9世紀初頭コエンウルフ王の娘である、クーンサリスによっても継続されていた。オハ、あるいは、ウェセックスのイネオのどちらかが、現在のローマのリーオネ、 またはボルゴ地区にローマのスコラ・サクソヌムを設立したとされている。スコラ・サクセンハムはローマで奉仕していたサクソン人の民兵にその名の由来を持つが、最終的にはイングランドからの観光客のためのホステルとして発展した。オファのヨーロッパとの外交関係は記録が多く残されているが、その年代はオファチ制最後の十数年間に限られたものと見られている。 780年代後半もしくは790年代前半に書かれた手紙の中でカール大帝の顧問である修道士アルキンはオファが教育を奨励していることを祝福しオファの妻キュネスリスと息子エグフリスへも挨拶の言葉を書き添えている789年頃あるいはその少し前カール大帝は息子カールとオファの娘の一人おそらくは エルフレダとの結婚を提案した。これを受けてオファは、息子エグフリストカール大帝の娘ベルタとの結婚を要求した。カール大帝は、この要求に激怒し、イングランドとの接触を断絶、イングランド戦の領内入港を禁止した。アルキンの手紙によれば、790年の終わりになっても紛争はまだ解決されておらず、アルキンは、 和平のために派遣されることを望んでいたことを明らかにしている。最終的には、聖、ワンドリル修道委員長ゲルボルドの仲介などもあり、国交は回復した。カール大帝は794年のフランクフルト協会会議にイングランド司教を参加させた。この協会会議は787年の第二、二回野党会議で可決された、公会議決議は否定し、 イスパニア司教、フェリックスとエリパンツスの二人を異端として避難するものであった。796年、カール大帝はオファに手紙を書いた。これは先にオファがカール大帝に宛てた手紙に対する返信であり、現存するイングランド外交司祭庫の文書である。書簡の内容は主に大陸におけるイングランド人巡礼者の地位と外交上の贈り物に関するものであるが、 それは、イングランド人とフランク人の関係について多くのことが明らかになる。カール大帝は、オファを我が親愛なる兄弟と呼び、大陸からイングランドに送られたクロイやイングランドからフランク人に送られたマントの取引にも言及している。カール大帝の所管はイングランドからの亡命者にも言及しており、 その中にエドベルト三世と同一人物と見られる、オットベルトの名前を挙げている。ウェセックスのエグバートもまた、オファからの亡命者であり、フランク宮廷に避難していた。カール大帝がオファに対する反乱分子への支援を、政策の一部としていたことは明らかである。カール大帝は、エグバートとエドベルトを保護しただけでなく、ノーザンブリアをエゼルレットにも贈り物を送っている。 796年までのイングランド南部での出来事はオファとカール大帝の争いとして描かれることもあるが、両者の力の差は歴然としていた。796年当時、カール大帝は大西洋からハンガリー大平原まで広がる帝国の支配者であり、オファと時代マーシア王、コエンウルフはそれに比べれば明らかにマイナーな存在であった。マーシアの王権の性質は、 現存する限られた資料からは明らかではない。この時代のマーしや王の祖先については主に二つの説がある。一つは王家の異なる系統の子孫が多いを争っていたという説である。例えば、七世紀半ばにはペンダは征服した地方の支配権を王家の血縁者に握らせていた。もう一つは地方に権力基盤を持つ血縁者集団が互いに 王の後継を争っていたケースであるこのような権力基盤の例としては、ウィッチェ、トムセテ詳細不明の概念といった証告が挙げられる。この場合、婚姻関係もその一端を担っていたかもしれない。競合する大物たち、つまり、検証では、公やプリンスと呼ばれている人たちが、王たちを権力の座につけたのかもしれない。このモデルの場合、 マーシア人の王は有力な貴族に過ぎない。オファは、マーシア王位の安定性を高めようとしたようで、息子のエグフリスのために王族の血を引くライバルを排除し、属国の王の位を、時にはエアルドルマンの地位まで下げた。オファの試みは、最終的には、失敗に終わった。エグフリスは、数ヶ月しか政権を維持しておらず、旧世紀のマーシアは、 複数の王族から王が建てられた。オファは、複数の防衛上司、バー、ブルフ。要塞化された町を建設した形跡がある。その町が創価は、諸説あるが、ベッドフォード、ヘレフォード、ノーサンプトン、オックスフォード、スタンフォードなどがその候補に挙げられている。これらの上司は、防衛拠点であると同時に、行政の中心地であり、 さらに地域の市場としての役割も果たしていたと考えられており、マーシア経済がイングランド中西部の人々の集団としての起源から脱却したことを示している。これらの上司は一世紀後にアルフレッド大王がデーン人ンの侵略に対処するために築いた防衛網の前身となった。しかし、オファは必ずしも上司による経済的変化を理解していたわけではないので、 その利点をすべて想定していたとは考えにくい。749年、エゼルバルド王は、直居場を発行し、釣りの段やケシタスの一部として、すべての人に課せられている鳥で及び橋を建設する義務以外の義務から、教会の土地所有者を解放した。オファがケントで発行した、直居場には、ケントの土地所有者に、同じ義務が課せられていることが記されており、この義務が、 マーシア国外にも広がっていたことを示唆する。この義務は、異教徒の船乗りの脅威に対するオファの対応策の一つであった。オファは、自らの名のもとで編纂した法典を発行したと、されるが現存せず、唯一アルフレッド大王法典の序文で言及がある、のみである。アルフレッドは、オファ、ウェセックスを射ね検討王、エゼルベルトラの法典から、 最も公正と認めた法律を自分の法典に盛り込んだと述べている。これらの法律は独立した法典であった可能性もあるが、アルフレッドは786年にマーシアを訪問した教皇特使の報告書と特使がマーシアに対して発布した法令を参照した可能性もある。オファの効果の理念。貨幣中造人であるエゼルノスの名が刻まれている。8世紀初め頃、 イングランドでは、シャットという銀貨が発行されていたが、貨幣鋳造人や王の名前は刻まれていないものがほとんどであった。ウェセックス王ネの法典でも、最小通貨の単位として、ペニーの表記が見られるため、当時から人々はこの銀貨をペニーと呼んでいた可能性がある。このシャット銀貨は、おそらく主に760年代後半から770年代。 前半に鋳造されたものと考えられているが、おそらく790年代初頭までには、時代の中量級の銀貨がオファによって発行されるようになった。この新効果は、以前のシャット銀貨よりも重く、幅広で薄くなっており、同時代カロリング町の通貨改革の影響を受けている。また、ほぼ例外なくオファの名前と効果を鋳造した。 造兵人の名前の両方が刻まれているのも特徴の一つである。こうした貨幣改革はオファの造兵書以外にも広がっていたようで、イーストアングリア、ケント、ウェセックスの王たちはすべてこの時期に新しい重さの効果を発行するようになった。オファの時代の効果の中にはカンタベリー外司教であるイエンバートの名や792年以降には、 大司教エゼルヘルドの名前が記されているものもある。イエンバートの効果はすべて、後の中量コインではなく初期の軽量コインに属している。また、780年代とそれ以前に、ロンドン司教、エドベルト、イーバートが効果を発行したとする資料もある。オファは、イエンバートとの対立により、エドベルトの中造権を認めたとみられるが、その後、リッチフィールド司教区が、 ヒロツカサ教区に昇格した際に、エドベルトの鋳造権は取り消された可能性がある。王妃キュネスリスの肖像が彫られた銀貨中量型コインには、同時代、フランク王国の通貨を凌画する芸術性の高い衣装が施されていることが多く、描かれたオファの肖像は、アングロサクソン効果の歴史の中で唯一無二の繊細さを示すと評されている。このオファの肖像には、紙を、 ボリュームのあるカールにした印象的でエレガントな肖像や前髪をつけてきつめのカールをしているもの、ペンダント付きのネックレスを身につけているものもある。こうした描写の多様性はオファ効果の職人たちがインスピレーションの源となる様々な芸術的な情報源を利用できたことを示唆している。オファの妻キュネスリスはアングロサクソンの王妃として効果に名前あるいは 肖像が刻まれた唯一の人物で、貨幣鋳造人のエオバが鋳造した注目すべきペニー効果の一つである。これらはおそらく同時代のビザンツ皇帝コンスタンティヌス六世が聖母である後の女帝エレーネの肖像を描いて、鋳造したと金貨に由来するものとみられるが、このビザンツ金貨には横顔ではなく正面から見たイレーネの胸像が描かれており、 キュネスリス効果はこれをそのまま模法したものではない。イエンバートが死去百792年から793年にかけてエゼルヘルドに交代する頃、オファーは二度目の貨幣改革を行った。この重量級の効果はペニーの重さが再び増量され、すべての増幣所で標準化された肖像ではない衣装が導入された。このシリーズには、 イエンバートやキュネスリスのコインは一枚もないが、一方で大司教エゼルヘルドの効果はすべて新しい、重量級の効果であった。アッパース町のディナール金貨を模したオハのマンクス金貨、オハが鋳造させた金貨も現存している。その一つは、774年に、アッパース町、第二代カリフマンスールが鋳造したディナール金貨を模倣した金貨で、里面中央には、 オファレックスの文字が多国されている。一方、刻まれたアラビア語の文章には多くの誤りがあり、制作者がアラビア語を理解していなかったことは明らかである。この金貨はアンダルスとの交易のために作られたか、オファがローマと約束した都市365万クスの支払いの一部として使われた可能性がある。この時代のアッバース町にある金貨の複製品は他にもあるが、それが イングランド製か、フランク製かは不明である。前者は、オファの統治時代のものと考えられているが、後者は、オファの統治時代、あるいは796年に多いについた、コエンウルフ時代のものである可能性がある。その用途については、はっきりとしたことは何もわかっていないが、施し物として使用するために鋳造されたとの見方も、ある。造形人の名が記されている効果は多いが、 鋳造された造幣書が刻まれた効果はない。そのため、オファが使用した造幣書の数や場所は不明である。現在の説では、カンタベリー、ロチェスター、イーストアングリア、ロンドンの4つの造幣書があったとされている。オファの発行したペニー銀貨は、品質や両目などが一定で通用力があり、14世紀半ばまでイングランド貨幣体制の基盤となる貨幣であった。 ほとんどの直居上でオファが使用した称号は、レックスマーシオリアムつまり、マーシアの王であったが、時折、マーシアとその周辺諸国の王と範囲を拡大した称号も使用した。また、直居上の中には、レックスアングロレムつまり、全員アングル人の王という称号を使用しているものも、あり、これは、オファの権力を大まかに表現したものとみなされてきた。だが、この点について、オファが、 全アングル人の王と名乗っているいくつかの直居状には信憑性が疑われるものがあり、この称号がイングランド王の標準的な称号であった10世紀に偽造されたとする説もある。このためオファーが実際にこの称号を使用していたことを示す最良の証拠は直居状ではなくコインということになる。ただし、オブエイと刻まれたペニー効果もあるが、これが オファレックス・アングロレムの略であることは確定的ではないと考えられている。歴史家、フランク・ステントンは著書、アングロサクソン・イングランドの中で、オファはおそらく数あるイングランドの王国の中でも最も偉大な王であると主張し、アングロサクソンの王の中でこれほど鋭い政治的感覚を持って世界全体を見ていた王は他にいなかったと述べている。 歴史家の大多数は、オファの業績は、アングロサクソンの王たちの中で、アルフレッド大王に次ぐものとみなしている。オファの知性はイングランドが統一へと移行する、重要な段階であったとする説もかつてあったが、この分野の歴史家の間ではもはや、一般的な見解ではない。ケンブリッジ大名誉教授であるサイモン・ケインズの言葉を、借りれば、オファは、権力欲に突き動かされたのであって、 イングランド統一というビジョンを持っていたわけではない。オファは名声を残したがレガシーは残さなかった。現在ではオファは自らをあくまでマーシア王と認識しておりその軍事的成功はマーシア王国がミッドランド諸国の大君主という位置づけからより強力で好戦的な王国へと変貌を遂げた過程の一部であったと考えられているオファは796年7月29日に 死去し、ベッドフォードに埋葬されたとされるが、直居状に記された、ベッドフォードが、今日のベッドフォードかどうかは明らかでない。死後息子のエグフリスが後を継いだが、アングロサクソン年代記によれば、エグフリスはわずか141日の治世の後に、死んだという。アルキンが797年にマーシアのオズバートというエアルドルマンに宛てた手紙からは、 おはが息子エグフリスの王位継承を確実なものとするためにあらゆる手段を講じたことが伺える。アルクインによればエグフリスは自らの罪のために死んだのではない。王国を守るために父が流した血の復讐が息子に届いたのだ。息子に王国を譲るためにあの父親がどれだけの血を流したかあなたもよく知っているだろう。 787年のエグフリスの体冠式に合わせて、オファが王家の血を引くライバルを排除したことは明らかである。これは、オファの血統を残すという観点から見ると裏目に出た、ようで、オファやエグフリスの近親の男性の名は、記録に残っておらず、エグフリスの後継者となったコエンウルフは、オファの家系からは、当園の人物であった。ありがとうございます。